フーシ。なんかね、でかくなる、メスが。虫に出ると。ちょっとめっちゃ虫。うわ、きれい。うわ、きれい。なんかコルクの蓋みたいな。まだ歌したてなんですよ。ほやほやなんですよ。これはグリーンって書いてますね。さっきレッドでこれグリーン。で、禁止に入れた瞬間、洋室作ってしまいました。オーマイガー。いや、もうほんともったいない、もう禁止が。しかもこうめちゃくちゃね、硬く詰めたんでね、ちょっとこう体力もね、使っちゃうしね。もうちょっと食べてくれたら嬉しいんですけど。どう？え？フェッシュ、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 フォホホホ、うわい、なんだ君は、君なんだ、なんか背中がね、うわすげえ、なんでこれ、パープル、パープル入ってる、パープル、ちょっとライトで分かりにくい。めっちゃ美しいわ。すごい綺麗じゃないですか。なんでこんなピカピカしてる？それは虹色クワガタだからだよ。すごい美しい。なんかグリーン系だけど、なんかレッド系みたいな感じの色してる。よくわかんねえ。でもこのやっぱ横から見た感じはね、グリーンが強いですもんね。この頭部のところとかこの辺とかね、やっぱグリーン強め。綺麗だわ、めちゃくちゃ綺麗だわ。最高。おっと、マジ最高。やった、綺麗、めっちゃ綺麗。なんか禁止のこう、このしこのこの感じ、うわー、わおわおわお。すげー、最高、マジ最高。虹色クワガタ最高っす。はい、では次こちら、気を取り直して、何の気を取り直すんだよって感じですけど、トカラノコギリいきますか。瓦もうね、なんか思ったんですけどね、トカラノコギリは瓦とかね、禁止じゃなくてマットの方がいいかもしれない。ただね、なんかね、でかくなる、メスが。禁止に入れると。色も綺麗、なんか赤っぽいっすね。なんかトカラノコギリのメスは、なんか今までオレンジ色っぽいのが多かったんですけど、羽化したてなのかな？ちょっと赤っぽいっすね。いろんな色のトカラが羽化してきます。トカラつながる、トカラいきますか。こちらもトカラノコギリですね。で、早いね、羽化がね、2月なんで、2、3、4、5、6、7、8、9、早い、1年経ってないっすね。あ、メスあった。洋室大きかったからね、オスかなと思ったんですけど、
メスでしたね。ほら、さっきのね、トカラのメスと違うんですよ、模様が。さっきこの辺も全部、なんか赤っぽかったんですけど、この子なんかほら、半分に分かれてる。違う色。個性がありますね。面白い。明るい系のトカラのオスと明るい系のトカラのメスで組み合わせたら、なんかどんどん明るくなっていったら面白いですね。次明るい、これ微妙な感じですね。ちょっとあのマットがね劣化しすぎてる。申し訳ない。大丈夫かな。あー、メスだ。羽パカなってないかな。大丈夫かな。あ、よかった。いや、よかったよかったよかった。大丈夫だ。完品だ。完品でした。ちょ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 、めっちゃ元気。めっちゃ元気ですね。明るいです。ちょっと赤いかな。ちょっとだけ赤い。でも明るいってめっちゃ赤いのいますもんね。なんかあの血統ついてるやつ、あれすごいっすよね。はい、よかった。メスメス、あれ赤レギメスの確率が多い感じがする。じゃあこれはオスでしょう。赤レギ、オスでしょ。オスまだ幼虫だったりした。あ、ちっちゃいんだよ。だからね、なんでだろう、なんでだろう。なんかね、うちで羽化するね、あのレギウスのオスみんなちっちゃい。まあボトルがこのサイズだからか。てかマジこのサイズだからだよね。ボトルの大きさによってもなんかあの変わるらしいので、大きいのでね、孵化させればめっちゃ大きくなるみたいですよ。タランドスとかレギウス、本当かわかんないですけど。じゃあ赤いっすね、ボディが。ほら、うわ綺麗、うわ綺麗、うわ綺麗。ここだけ赤いっすね。なんかこの辺も赤かったらいいんですけど、全部。痛い痛い痛い、トゲトゲしい。いろんなところにねトゲがついてるレギウス、めっちゃ痛い。この横のとことかに痛い。もうどこ持てばいいのか分かんないぐらい痛いですね。いやー、いい、かっこいいです。かっちょええわ、かっちょええ。いや、よかった。ペアですね。メス、メス、オスみたいな感じだった。でね、あの思ったんですよ。タランドゥスとかレギウス羽化してやっぱね、あの半年以上経ってからペアリングした方がね、あの卵、幼虫とかね、めっちゃ取れますね。はいはい。じゃあこちら、なんかコルクの蓋みたいになってる、これ。ほら。おお、いた。コルクの蓋の下に虹色のオスがいた。赤い。赤いっすね。あー、でもちょっと羽パカなっちゃってる。ちょっとだけ。全然ブリードには支障がないですね。これぐらいだったら。これはレッド系ですね。うん、レッド感強いっすね。この辺もちょっとレッド感強いね。スーパーレッドの場合はね、もうこの頭の部分もね全部赤いんですよね。すっごい赤赤してるんですけど、これは普通のレッドですね。 ATR。 痛い痛い、刺さってますよ爪が。痛い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 。
あ、こん、あ、これだな、原因は。多分、洋室がね、平べったかったから、ちょっとこう、背中がね、丸みがない。ペターンってなっちゃってるんですよ。だから、洋室やっぱね、人工洋室作るとき、こう、なんていうんですか、U の字でね、綺麗な U の字で、作ってあげないとね、綺麗に浮かしないのかもしれないですね。はい、勉強になりました。で、これパプキンというかもう見えてるんですね。見えててからのメスですね。綺麗なグリーン色。ちっちゃいです。もうなんかすぐブリードできそうですね。パプキンの場合、あの上に出てたらね、だいたいブリードできます。自力ハッチ。で、ちょっと微妙な虹色またちょっと掘り出していきます。あー、なんかもう顔が出てんじゃん。これ大丈夫？これ、あ、抜け殻だってことは浮かして、あ、いたいたいた。多分浮かしてだいぶ経ってたんかな。もうなんか多分油バレまくってる感じですね。ってことはブレードできるのかな。こんにちは、おはようございます。あー、綺麗。これがメスですね。背中点々いっぱいついているのがメスです。めっちゃ綺麗。光沢が半端ない。君は、うん、君は何センチだ。大きい感じですね。綺麗。めっちゃ綺麗。ふわお。ピカピカ。やった。ありがとうございます。かわいい。チュラ髪切った？髪切ってない。前髪、前髪切った？めっちゃかわいいじゃん。チュラちゃんがね、前髪切った、切ってるんです。前髪切ってない。前髪作った。あ、作った。え、切ったんでしょ前髪。かわいい。めっちゃ可愛くなってるからね。切った。ちょっと次回、あ、前髪切った。次回ね、ちょっとチュラちゃん見てみてください。めっちゃかわいいっす。はい、ということで最後ですね、こちら声出していきます。誰かなと思った。チラだった。あー、危ねえ、やばい、これやばい。あ、もう壊しちゃった。洋室ごめん、もう出すしかねえ。すまねえ、すまねえ君。虹色クワガタ、レッド系なんですけど、これ一応赤いんですけど、色変わっていきます。羽化したてなんでね、こんな色してるんですけど。ちょっとまだ羽化したてなんです、本当に。ほやほやなんですよね。全体的に赤いのって。ちょっとこれ、さっきと同じパターンでやばい感じですね。で、やっぱ洋室平べったくなってる。洋室がね、あの、こんな感じでね、平べったくなっちゃうとね、やっぱ羽パカになっちゃいますね。綺麗な U の字に。しないとね、いけないみたいですけど、ちょっと洋室作るの焦っちゃったのかな。この子もね、ティッシュに水を湿らせて、水を湿らせて、湿らした水に置いときます。そっと、よし、オッケー。うん、綺麗だけど羽パカ。綺麗だけど羽パカ。綺麗だけど羽パカ。はい、ちょうちょう。
はこんだけかな。これで全部ですね。なんか、あ、これはなんだ、これはこれはあれ、これ何、ちょっと一個微妙なプリンカップがある、一個微妙なやつがありますね。ちょっとこれを、これ3等って書いてますね。これね、一番最初にインセクトディスカバリーのあら景品持ってったやつですね。うおほほほ、浮かしてた。めっちゃ元気なメスです。綺麗。なんかここちょっと変わってる、この背中のところが。ここのとこがなんか青っぽい、ピント合わない。あ、綺麗綺麗、なんか不思議な色してる、このここのところ。なんとも言えない、なんとも言えない色。なんだろうこれ、うん、なんだろう。まあ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 いいか。綺麗に浮かしてました。よかったです。はい、っていうことですね。今回の動画も、動画もっていうか動画はいろいろ掘り出しましたっていう動画でした。カブトムシからね、クワガタムシ、クワガタムシが多かったですね。はい、ということで、皆様はどのクワガタが一番かっこよかったでしょうか。イエス。はい、この動画がね、面白かった、よかったっていう人はですね、ぜひともグッドボタンを押してください。よろしくお願いします。チャンネル登録もねしていただけるととても嬉しいです。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。